皆さんご機嫌いかがですか。 CGN TV の信仰と人生の時間がやってまいりました。毎週この時間、素敵なゲストをお招きしてお話を伺ってまいりました。皆様方も大変毎週楽しみにこの時間をお待ちになってくださっているということを多くの方々から伺って、私も大変励まされています。それだけに、そうした皆さんに、素晴らしい神の器方をご紹介し、皆様の人生にとって少しでもお役に立てばという、そんな私思いを強くさせられながら今日もスタジオ入りをいたしました。今日もこのお方をご紹介しましょう。山下誠二先生、この弁護士さんでおありになり、特に国際関係の弁護士さんでもおありになります、山下総合法律事務所の山下誠二先生。先生のこれからいろんなご生涯での素晴らしいエピソードをですね、皆さんと共に伺ってみたいと思います。最後まで楽しみにご覧ください。いや、今日はようこそおいでくださいました。さぞかしお忙しいことと思います。弁護士さんの仕事というものを私もいささか存じ上げておりますけれども、ある面では絶えず絶えず、お忙しくしてらっしゃるわけですが、そういう中を縫ってですね、今日はスタジオにお越しいただいたことをとってもね、なんか恐縮に思っております。ありがとうございます。それだけにこの貴重な時間、いろんな大切ないくつかのお話をというか、先生の今日までのご生涯の旅路をこのたどりながらですね、取材をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。先生が弁護士という、お仕事をですね、将来自分はしてみたいなというような志をお持ちになったのはいつ頃なんでしょう。はい、こういう話をいただいたときに、ご質問いただいたときに、いや、小さい頃から弁護士になりたかったと言えればいいのかもしれないんですが、私は実は大学の3年生か4年生ぐらいまではですね、商社マンのような形で、ある種こう世界を飛び回るような、そういう仕事がすごく魅力的だなと考えていまして、それはいろんな先輩の影響とかもあったんですけれども、ただあるその大学の3年生4年生の頃に、いろんな方との出会いがありまして、その中で、実は自分の道はこちらかもしれないなということで、勉強を始めたというのが実は正直なところなんです。そうなんです。神様が、それを仕掛けておいてだったんでしょうね。そうですね、はい、神様の仕掛けは、ひょっとしたらもうちょっと早めに仕掛けられていたのかもしれないですけど私が気づくのが遅かったのか、気づかせていただいたのはちょうどその頃でした。そうですか、はい、そうですか。大学の3年の時に、そうですね、それから司法試験の勉強に、お入りになられて、ね、そうですね、そうでしたか。ちなみに今小さいうちから、小さいうちというかしら、ある年齢の時からですね、将来のご自分の夢みたいな人間としてどうやって、社会に出ていこうかと、こう思った時に描いた夢は商社マンになり、しかも世界をまさに
飛び回ってですね、仕事をする、まあまあそうですね、漠然とではありましたけれど、前から実は私の家庭がですね、まあ、福岡県っていう、まあ、田舎ではあるんですけれども、はい、うんうん、まあ、両親がその教会をやっている関係で、うんうん、そこに英語の先生を呼んでですね、うん、で地域の方々に英語を教えるということ で、で外国の方と接するような機会がありまして、うんうん、そういう機会の中でなんか英語自体をすごく好きになっていきまして、うんうん、その英語を使えるようなことですとかができたらいいなっていうのは、まあ、漠然とでしたけれどもありました。あ、そういうきっかけというか、そうです、ね、はい、出会いの中でね、はい、そこにいらっしゃる、外国の方々の中にも商社の方がいたかもしれませんけど、いたかもしれないですね。そう、ちょっと小耳に挟んだと言いましょうか、はい、私の中にインプットされている、そういう情報が言いますと、今お話の中にお父様が牧師であると、はい、 そうですね、そして福岡の方で教会をしている時にそこでまあ英語クラスや何かをしたとかというお話がありましたが、そのお父様は、そのさらにその前というか牧師の前職ということになると、はい、それこそ商社の何かそういうビジネスマンだったんでしょうか。ですね、商社ではなかったんですけれども、もともと父は理系で建築士の資格を持っていまして、で大学を卒業してから、うん、ボーリスさんのですね、はい、建築事務所の方に、はいはい、勤めまして、うん、でそこで数年修行といいますか働いた後に、まあ、私の母が、うん、まあ、母の父ですので私の祖父ですね、うん、が事業をしておりまして、でそれはまあそんな大きな事業ではないんですけれども、うん、コンクリート事業なんですけれども、うん、まあ、そちらの方に、まあ、母と結婚することに伴って、うん、まあ、そちらの事業の後を継いだということで、あ、はい、会社のまあ経営もしながらというような形で、うん、した、はい、そうでしたか、そういう、プロセスを経てお父様は牧師におなりになります、はい、当初はじゃあお父様は、一般に平たい言葉では二足の腹に、はい、わらじのようにビジネスをしながらも牧師をすると、はい、ある面では開拓伝道するためにはそれはとても格好の良い基盤でしたね。あ、おっしゃる、まあ、それはおっしゃる通りだと思います。はい、ちなみにお父様はずっと、まあ、以前からクリスト者でおありになられて、そういうまたご結婚もなさり、そういうまた建築家でもあられ、またお父その義理のお父様や何かの関係のそういうお仕事をこう受け継ぐということになられたわけでしょうけれども。その牧師になるというお父様のことをちょっと伺うんですが、はい、もう大丈夫です、もちろん。どういうようなお父様は、はい、そこではご心境で、はい、そういう転身をなさって、華麗な転身という、華麗な転身、私が父の代わりに答えてしまっていいのかってもあるんですが、うん、私が常々父からよく聞かされていたことは、父は私が生まれた時にはもうすでにクリスチャンになっていまして、うん、両親とも、うん、まあ、まあ、ある意味でも熱心なクリスチャンになるということで、うん、通っている教会を支えていたんですけれども、うん、その中でですね、その、まあ、韓国の方にですね、うん、お祈りに祈祷にしに行って、まあ、時に断食祈祷ですとかにしていく中で、新しく教会を作りなさいと、うん、でそれがですね、まあ、もちろんビジョンとして与えられたものですけれども、その3000人教会を作りなさいという神様からのビジョンを与えられて、でそれがまあはっきり神様からのものと確信ができたので、その教会をじゃあ始めようということで、私のまあ福岡県久留米市なんですけど、実家の自宅の隣にですねあるスペースを使って、まあ、実はその会社の事務所の2階が教会なんですけど、はい、そちらをですねやって、牧会を始めたという
ことなんです。そうですか、で傍ら進学校か何かにお金、そうですね、はい、進学校もですね、学びも続けて、そして、まあ、牧師としてという形で、そうですか、はい、私はまだお父様にお目にかかったことが一度もないかと思いますが、くれぐれもよろしくお伝えください。はい、ありがとうございます。そうですか。まあ、そういうような信仰深いご両親のもとで育まれ、そして牧師となられたお父様のもとで、またこのご自身の青年時代を迎えてですね、まあ、住んでこられた、まあ、そういうような中で、先ほど伺いましたように大学にお住みになられて、しかも商社に勤めようというんで大学の進学をなさったとすれば、専攻は何だったんですか？専攻はですね、私は法学部ですね、法律の専攻でした、はい、なるほど、はい、そうでしたか、まあ、そこで結局は法律の、その専門職ということに対するこれが僕の道かなという気づきというか、そういうような、まあ、また人々との出会いなども通しながら、そこに的が絞り込まれるというそういう経緯があったのかと思いますがね。はい、そうですか、ね、お父様は、ご子息に対して、はい、どんなその頃密かに心の中で、将来像を描いてらっしゃったんでしょうか ね、 そうですね、よく親はね、はい、そうですねこれは父もそうですし母もそうなんですけど、うん、私は、まあ、今とても感謝していることが一つありまして、うんうん、それは父には父の母には母の、まあ、私にこうなってほしいとか、うん、こういう道に住んでほしいっていう思いが、まあ、きっとあったと思いますし、うんまあ、今でもあると思うんですけど、うん、それを、まあ、強制されたことがないと言いますか、うん、なるほど、で、まあ、私が知らないうちにそういうふうに導いてくれてたかもしれないんですけど私自身はそれを、まあ、もちろん神様との関係なんですけれど、うん、私の選択として、うん、私が自分で選んでいったんだというふうに思えるように、うん励ましてくれたというか、それはすごく細かいことなんですけど、私の何の職業になるかっていうのもそうですし、うん、あとは父は剣道がですね、なかなかの腕前だったそうで、本人曰くなんですけど、ですので私が何かのスポーツをするという時に、うんまあ、剣道をやりなさいっていうことも言えたと思うんですけど、うん、そういったことを言われたことは本当に一度もなくて、なるほど、ね、私はサッカーが大好きだったので、うん、好きなサッカーを思う存分やらせてもらって、うん、今思えばそのことも、まあ、私の意思を尊重してくれたといいますか、うんまあ、その一つだったのかなと。なるほど、そう、ね、素敵なご両親様でいらっしゃったんですね。いやいやしばしば、聞く話では親が結構そういうご自身の親としての子供に対するね、愛するがゆえでしょうけども思いを抱き、将来に向かって、このレールを敷きたがり方向付けしたがることのためのプレッシャーから、うん、子どもさんたちが非常に、抑圧を受けてですね、そして苦悩するというケースを、まあ、特に近年はねあちこちで聞きますけども、そういうことから言うと理想的でいらっしゃった。いやいや、まあ、その面で本当に、そうでしたか、ね、ちなみにご兄弟は何ですか？はい、私はですね、姉が1人と妹が2人おりまして、うん、4人兄弟の2番目です。そうですか、はい、じゃあ貴重な唯一の男子と、まあ、そうです ね、はい、そういうことになります、はい、そうでしたか、うん、まあ、そうして、この今日につながる日々をまた旅路を進んでこられたんでありましょうけども、ご自身がですねこの、まあ、信仰をお持ちになるというか、そうしたことから言うと、まあ、小さい頃からも生まれた時からお父様お母様のもとで信仰的な環境、まあ、そういう中で育ってこられたわけですけれども、この、そういう中で、何かご自身の中で明確にですね、一人の人間として、イエス様の前にこの強い、
信仰告白を、こう促されるようなそういうタイミングとか出来事っていうのが、どこかで、起こりになったかと思うんですが、うん、それはいつ頃どんなふうなことだったんでしょうかね。そうですね、私は、まあ、そういったご質問をお受けするときに、うん、まあ、小さい頃から、まあ、おっしゃっていただいたように、まあ、イエス様の救い十字架、うん、罪の許し、うん、そしてイエス様のよみがえり、うん、でイエス様が今うちにおられるということを、うん、まあ、ずっと教えられて、で自分も、まあ、私もイエス様が大好きで、うん、育ってきて、うん、ですので、でどこでイエス様をその本当に個人的に受け入れられたかというのは、うん、私自身いつなんだろうっていう、それはですね、うん、特定実はですね、私自身もできないんですね、うん、私天国に行って神様に聞きたいなと思ってるんですけど、うん、なるほどね、うん、はい、まあ、確かに洗礼という意味で、うん、まあ、一つ、まあ、これ自分がその信仰をちゃんと告白して、うん、周りの方々に対して自分はクリスチャンだという思いで、うん、きちんと表明していこうと思ったのは、うん、中学校の2年生の頃ですので、まあ、13歳ぐらいの頃なんですけれども、私はどちらかというとですね、その神様にあなたは従うのか従わないのか、そして私に従う上で犠牲を払っていくのかどうかっていうのを、うん、もう問われたのは、うん、むしろその後といいますか、うん、その過程で神様がたびたび私に、うん、ストップをかけて、うん、私のもとに来なさいという招きをしてくださっているということで、うん、なのでもちろん救いは一度いる、うん、あれば揺るがないと思ってるんですけど、はいはい、その今なおその招きの中にあるというふうに、うん、受け止めながら、信仰生活を送っています。そうですか、はい、まあ、ある面では大変素敵な、この典型的なクリスチャンホームにお育ちになった、しかも屈折なきいやそんなことはないですよそんなことはないんですけどね、こう素直な旅路をしてきた純なクリスチャンというイメージで伺っておりましたが、土地はちょっと大きく外れそうになった時がありました、ね、実はそうでしたか。しかしそれでもイエス様の方がしっかりと引っ張り込まれて、はい、まあ言うなれば生まれる以前から主は、山下先生をお知りになられて、そして神様の中にご計画ありき、そして、その一つ一つの旅路を通しながら、そして今あるようなそういう使命の道にですね、イエス様ご自身が先生を仕立て上げてこられたと、そのある面では強いイエス様の吸引力に惹かれてきたというようなイメージですね。それは本当に、うん、ですからこれからもずっと生涯最後の一息まで、そうであることを本当に願っています。はい、そうですか、はい、ここにですね、お写真をお預かりしましたものがありますが、ちょっと、この視聴者の皆様にもご紹介したいと思いますが、失礼、こういうお写真ですね。これは何のお写真でしょうか。はい、これはですね、私と姉がですね、うん、まあ、私の父の上に、まあ、お馬さんですね、ごぼということで、小さい時に、まあ、父が本当によく一緒に遊んでくれまして、でその中で私が好きだったのがお馬さんだったんですね。あ、はい、なのでこの写真はお馬さんしてるのは写真私この1枚しかないと思うんですけれど、まあ、小さい頃に父が遊んでくれたっていうことで、まあ、非常に私の、まあ、大事な、写真になっています。そうですか、素敵な思い出の、幼き日の彼は貴重な写真ですね。そしてもお父様あれですね、子煩悩でいらっしゃって、そうですね、父はある種不思議なところがありまして、うんうんうん、その子煩悩さが出る時と、うん、あとある種こうクールといいますか、子供は子供で距離を、うん、まあ距離を置くという冷たい意味ではないんですけど、うんうんうん、というところがありまして、うん、まあ、
子供が成長するにつれて、うん、その関わり交わりが増えていくっていうそんな感じの父でしたね。はい、それは素晴らしいお父様ですよね。いわゆる、子煩悩の家に溺愛してしまってですね、それだけにまたうんと子供の人生に、首突っ込みすぎるという父親もあるわけですがね。そうですか、そういうお育ちをしてこられて、ご自身として少年時代の自分はどんな自分だったとお思いになります？ですね、おとなしい子だったと思います。はい、でどちらかというといじめられるタイプの子供だったと思います。なるほどね、はい、そうでしたか、で、まあ、陰湿なものからは守られましたけれど、ある種のからかわれたりですとか、まあちょっとなんて言うんでしょうかね、こう、まあ、孤立とまではいかないですけれども、ちょっと寂しい思いをしたりとか、まあ子供って大小そういうのはあると思うんですけど、私もなんかそういうのを経験した時期が一時期小学校時代にありましたので、周りから見たらそのあんまりこう骨があるわけではないって言うんでしょうかね。そうでしたか。はい、そんな感じだったと思います。はい、いや、女の子兄弟の中にある一人の男の子ですから、ある面では結構やんちゃをしたかななんてちょっと思ったんですが、そうじゃなくて逆に、ねえ、そうしたおとなしいところがあったと思いますね。はい、そうですか。思います。分かりました。そういう山下先生がですね、まあそして大学をお出になられて、まあ、司法試験に、ついに、合格をなさって、まあ、司法修習を経ながら弁護士としてこう立ちになって、まあ、お生きになるわけですけれども、そういうその弁護士としてお立ちになっていくその最初のステージで、何かこのご自分の中にキリスト者としてですね、神様の前で、何か約束したとか、あるいは約束というようなことはないまでも、いよいよ自分も法曹界に出ていくと、そしてこのような現代の世界の中で弁護士というこの仕事を通しながら神と人に仕えていこうとする、そのためには私はこういうような在り方でいきたいみたいな、なんかそんなような思いを抱きなさるようなことはいかがだったんでしょうかね。はい、そうですね、私はやはり某司法試験に受かって、で司法修習が終わっていく過程で、まあこれは、まあ、本当に神様が感を与えてくださった、導いてくださったことだという確信が、まあ、自分の中にありましたので、じゃあ神様の御用のために、まあ何ができるだろうと、でそれを求めていきたいという思いがまずありました。でその中でじゃあ確定的なものがといいますか、その始めるにあたって、これが私がやることだっていうものがあったというよりも、まあ、それをこう探していくように神様に導かれていたというのが、まあ正直なところでして、でどちらかというと私はその神様の前の態度といいますか、まあ、覚悟といいますか、それをこう問われたというのが、まあ正直なところです。でそれがまあどういう形で表に出たかということなんですけど、私就職活動を、まあ、弁護士事務所を探していまして、で就職活動をしていまして、で就職活動をする中で一つ神様からこれをしなさいと示されたことがありまして、それは日曜日の礼拝は守れと、いうことだったんですね。で私はまあ当然司法修習生で弁護士の話をいろいろ聞く機会が増えたので、まあ、忙しい、最初にご紹介いただきましたけど、忙しい仕事ですし、かつこう自分の予定がままならないといいますか、その助けを必要としている方の予定で動く仕事でもありますので、それは果たして可能なんだろうかと思いながらも、その就職活動をしていく中で、まあ、その思いが強くなっていたんですね。なるほど。で私は実は就職活動の中で、まあ、神様が導いていくつかのところから、
お誘いというかをいただいたんですけれども、うん、まあ、その人入賞するところにここに決めようとこういうふうに最終的には決めたんですが、うん、その事務所だけが私が面接の時に、うん、いや実は私はクリスチャンなんですと、うん、で日曜日に神様の前に礼拝を持って、それを私大事にしていきたいんですという話をして、それでいいよと言ってくれたのが唯一その事務所だったんです。はい、まあ、別にボスがクリスチャンだとか、うん、クリスチャンの方がいらっしゃるということではなかったけれどもですけれど、まあ、もちろん私は他の日はしっかり頑張りますというふうに、うん、もちろんそういうアピールも忘れませんでしたけど、うんうん、その話をした時に、うん、思ったより軽い返事でですね、うん、あ、大丈夫だと思うよっていうふうに、うん、わかんない、その時は大丈夫だって言っててもいずれは働かなきゃいけないよっていうふうに、まあ、そっちは思ってたかもしれない、わからないですけど私にとっては、うん、まあ、それが、まあ、神様からのゴーサインで、なるほど、そこに勤めさせていただくということになりました。うん、はい、そうでしたか。でもし付け加えさせていただくならば、うん、本当に神様は素晴らしい方でして、うん、私はその事務所に13年4年勤めましたけど、はい、仕事が原因で礼拝を休んだことはないんですね。はあ、なるほどね。はい、それは神様が守ってくださったことです。はい、そうですか。そういうこの素晴らしい神様のご配財というか、導きがそこにも終わりになったと思いますけれども、はい、そういうご決心を勇を持って最初のところで大事などこに、この自分は身を置くことができるか、まあ、よく磯弁なんていう言葉がありますけどね、そういうところでどこで自分は身を置いて最初のそこでの道を進むかという、まあ、磯弁時代に最初にですね、そういうことをおっしゃられて、そこに身を置かれた、そのことを神様もよくぞと思ってこう守ってくださったんだろうと思いますがね。そうですか。以来クリスト社の弁護士としての旅路がそこに貫かれてこられたわけですが、ご経歴を拝見しますと、それから、このアメリカに行かれて留学をして、 そしてアメリカにおけるところの弁護士としてのまた登録もなさることができるようにあちらの資格を得られて、まあ、いわゆる国際弁護士とも言われる位置づけの中で、はい、ご活躍くださっているわけですが、そのようにこのなさった、そこにはそのなんて言いましょうか、弁護士を目指すその前に、商社マンになって世界に通じるようなという、その辺のところがなんかそこにつながったように思いますが、はい、いや本当にそれは、うん、本当におっしゃる通りで、その神様の導きはそういった意味では弁護士だったんですけれど、うん、私が、まあ、英語が好きだったり、うん、あとはその外国の方と交流するのが好きだったりっていうことを、うん、神様はしっかりと大事にしてくださって、うん、神様はそのようにですね、うん、私の昔からの思いを、うん、まあ、とても大事にしてくださって、うん、それで、まあ、実は私アメリカの大学には別の大学に行きたい大学があったんですけれど、まあ、そこは残念ながら、まあ、ダメだったんですけれど、行ってみたら、うん、もうここにもあそこにも、まあ、違う大学、まあ、ミシガン大学に行ってみたら、うん、まあ、ここにもあそこにも神様からの、まあ、プレゼントといいますか、うん、まあ、ここが あなたのために準備した場所なんだよっていうことが分かるような、さまざまな、こうなんて言うんでしょうかね、こう心にくいといいますか なるほど、そういう備えをしてくださっていて、あ、これは本当に神様が導いてくださったんだなっていうのを感じることができる、まあ、1年間ちょっとで長くはなかったんですけど、まあ、留学の、はい、期間でした。そうでしたか、はい、その期間は貴重な期間でいらっしゃったんですよね。そうなんです、はい、で、そこで出会った方々との出会いというのは、まあ、今日もずっと
続けられていらっしゃる豊かなそういう美しい人間の関わりというものを神様から備えられていらっしゃったと思うんですが、このお写真、はいはい、ちょっと、はい、コメントしてください。そうですね、この写真はですね、私が、まあ、妻とその時2人でしたので、うん、2人で、まあ、留学して住んだ、うん、ところのですね、導かれた教会がありまして、うん、その教会でですね、私たちが大声で賛美をしていたらですね、うんうん、その後ろに座っている方が、うん、君たち聖歌隊に入らないかというふうにですね声をかけてくださいました。で私たちもですね、なんて言うんでしょうか、遠慮知らずと言いますか喜んで参加をさせていただいて、うんうん、毎週聖歌隊の賛美があったんですけれど、その聖歌隊の、まあまあ、洋服といいますか、うんうん、ガムを着てらっしゃるね。これはアメリカから帰る直前だったと思うんですけども、まあ、記念で2人で写真を撮ったという、その教会の中の写真ですね。そうでしたか、はい、ちなみに、奥様とのご結婚はいつの時点でどのようにして、はいはい、あ、そうですね、ちょっとそれを伺いたいですね。ね、はい、留学したのが2009年なんですが、うん、妻と結婚したのは2006年のことでして、うんうんうん、3年ほど前ですね、はいはい。で実は妻と出会ったのはもうちょっと前のことでして、うんうん、で私が司法試験を受けてる間に、うん、私何回か失敗してるんですけど、うんうん、3回目失敗した時に一度実家に戻りまして、うんうんうん、で翌年に今合格して東京に戻ってきたんですけども、うんうん、その時にあなたに導かれた教会がありまして、うん、それが今通っている教会なんですが、はいはいはい、そちらにも妻がいたということで、ですので、まあ、教会で、出会いまして、でそれからしばらく時間は空いたんですけれども、まあ、導きがありまして、2006年の4月の22日に、はい、妻と、結婚をしました。そうですか、はい、素敵な奥様神様に与えていただいて。 ありがとうございます。奥様はちなみにその頃は何のお仕事を、はい、はい、妻はですね、実は留学経験がありまして、実は同じミシガン州の別の大学なんですけど、うん、クリスチャンカレッジに、うん、クリスチャンの大学に通ってまして、うん、ですので英語が実はですね、専攻していましたので、その外資系の会社の、まあ、秘書といいますか、外国の方のボスの秘書をしているということで、はい、そんな仕事をしていました、はい、これも神様の素晴らしいご愛在ですね、もううってつけのうってつけてくださいそしてしかも、ご自身は商社マンになりませんでしたが、はい、私は奥様の方がそういう形 で、 そ, うです、ね、そういうポジションにいながら ね、 そうですね、しかも国際関係の中で、そして国際弁護士としてお仕事をしまする場合にもいつも奥様がもう何不自由なく、よくね、ご主人は英語も堪能だし世界を飛び回って、そこにまたしばらく、駐在すると、ご家族のもついていかなきゃなんないと、その奥様の方がそうした言葉などに、ややご不自由などがあると結構 ね、 ねストレスのたまる、そういう、ことがあるようですかね。先生のご夫妻のまたご家庭においては一切そういうことは心配ないと私の方が心配されましたね時々教授をしていますね。そうですね、基本的にもね、はい、そうですか、それから先ほど のあちらのミシガンの頃のことですが、この教会で巡り合われた、これも素敵な出会いのお方、はい、ちょっとコメントいただきましょう。この夫妻はですね、シュミット夫妻という夫妻なんですけれども、うん、まあ、私たちが行った教会は導かれた教会なんですけれども、うん、こう白人の方が多く集われる教会 で、うん、でアジア人は、まあ、おそらく私たち夫婦だけだったんですね、うん、で神様からここに来るようにというはっきりとした導きは、うん、確信はあるんですけれど、うん、こうやはりこう接点というか、うん、
こうつながりのある方がいない中での、うん、まあ、教会生活でしたので、最初のうちは、まあ、誰と話したらいいのかな、うん、教会で出席してそのままちょっとそわそわして帰るみたいなことがあったんですけども、この際は早い段階で私たちに声をかけてくださって、うん、でこの一番左にいるこのデイブっていう非常に彼なんですけど、彼が実は聖歌隊の同じメンバーでありまして、で彼はテナー で私もテナーなんですけれど、実は当時彼テナーには彼しかいなかったんですね、はい、なんで私は彼にとっては助けてだったらしくてですね、なるほどなるほど、でそれだけではないんですが、すごく私たちのことを親しく感じてくれて、彼らのお家に呼んでくれたり、まあ、彼らもすごい可愛い子どもたちがいるんですけど、子どもたちと一緒に遊んでということで、ある種こう私たちをこう孤独にさせないために自然にこう受け入れてくださった夫婦で、まあ、今でもつながりあるんですけれども、またクリスチャンとしても信仰者としてもとても尊敬できる夫婦で、まあ、それは本当に感謝だなと思ってます。なるほどね、はい、そうですか。そういうご関係をいただいて、短い1年半余りのご滞在だったでしょうけど、すごい充実した時だったんでしょうね。いや本当に、いろんな面でね、はい、あっという間でしたけど、ギュッと、詰めていただきました、はい、そうですか。そうした中で、はいですね、日本に戻ってこられて、そしてまた日本の法律事務所に、しばらく身を寄せておいでになって、はい、お仕事をし、またいろんなご経験も深められて、そしているうちにいよいよご自身が独立をするようになられて、はい、今は山下総合法律事務所でしたでしょうか、はい、そうです。そした一国一地の主としてお城を構えられて、いやいやいや、本当に、素晴らしい神様が、そういうふうな道を お供えになられてくださったわけですが、ここにですねこういう写真があるんです。これをちょっと、はい、ですね、私が、まあ、独立をしましたのは、今年の8月なんですけれども、うん、独立するに際しまして、うん、神様がそのビジョンを与えてくださいました、うん、でそのビジョンは、まあ、3つあるんですけれども、うん、まず1つ目はやはりこう弁護士は争い事を扱う仕事ですので、うん、その争いに勝つということももちろん大事なんですけれども、うん、その勝つだけではなく、うん、そこでこう傷ついた人たちが、うん、まあ、一致していくというか、うん、そのある種完全な形ではないにしても、うん、この平和に少し戻っていくというか、うん、まずそういう働きをさせていただきたいというのが一つ、うん、で2つ目はですね、私お客様が企業のお客様の仕事を中心にしていまして、うん、なんとなく企業同士の仕事ですとちょっと乾燥していると言いますか、乾いたような感じに見えるかもしれないんですが、実際はやっぱり中にいらっしゃるのは人なので、うん、その担当者の方がすごく重荷を抱えておられたり、うん、心配を抱えておられたりするので、うん、まあ、その重荷を担って、うん、楽になっていただいて、うん、で本来神様が与えておられる使命といいますか、そちらの方に力を注いでいただきたいと、うん、いうのが、まあ、2つ目で、うん、で3つ目はですね、今度は私たちの所属する弁護士や、うん、あと秘書やスタッフなんですけど、うん、私たちやっぱりこう神様に与えられた賜物があると思いますので、うん、賜物をも十分発揮してのびのび仕事をして、でそれを発揮していくという、うん、まあ、そういう3つの使命を与えられたんですけど、まあ、それをこう要約するという中で与えられた言葉が実はこの人に平和、うん、主に栄光ということで、外にはお客様やまたお客様の相手になる人に平和、うん、中には私たち構成員たちの平和、うん、でその平和が最終的に
その平和を与えてくださって神様の栄光に結びつくようにという願いを与えられまして、でその話をですね、私がある、私の尊敬する兄弟にお話をしましたら、この、 あのです、ね、プレートを作ってくださいまして、プレゼントしてくださったんですね。はい、ですので、それを今事務所の入り口に飾って、あら、そうですか、ということになります。はい、人に平和、主に栄光、イエス様がご降誕なさった時の、はい、あのね、天使の、はい、メッセージ、はい、でもあると同時に、その天使のメッセージは、そのご降誕なさった主イエスキリスト様の地上でのまさに、御父の御心を行いながら、人々と神と、また人と人がそこでもって、一つになっていく、イエス様のミッションでもあったわけですが、それをちょっとそれは根をつけるが大きいんですけど、いやいやいや事務所の中にね、神様が本当にそういうある面では大切な、新しくスタートいたしました。それからずっと長く永続しながら、尊い、そこで使命を遂げていく、この先生の事務所の、それがメッセージでもあり、理念でもあり、そしてそれは大切な本当に、使命とするところと、改めて何か深い感動を私もいただきながら、この写真を拝見しました。まあ、そういう中で時間もこの進んでまいったことでございますけれども、お子様もね、お与えられなさって、はい、今はどれくらいになられるんですか。今はですね、2歳10ヶ月になります。そうですか。お一人ですか今。あ、はい、一人です。そうですか。息子です。坊ちゃんですね。はい、そしてその坊ちゃんに関わるこれ、あ、はい、はい、ちょっとご説明を。あ、はい、ありがとうございます。これはもう見てらっしゃる方はよくご存知のヨハネ、第一ヨハネの4章16節で、まあ、神は愛ですと、こういうところの御言葉なんですけれども、実はですね、まあ、私たち息子が与えられましてから、まあ、息子の名前をどういうふうにしようかなということで、まあ、妻と私で、まあ、祈っていまして、で、あ、こういう名前がいいんじゃないかなということで2人でぼんやり考えていたんですけども、それはですね、そのぼんやり考えていた名前が、まあ、この神は愛ですというですね、その御言葉から、まあ、愛になりと書いて、愛でなりですね、なりはやのなりで、でよしやという名前をどうかなっていう話をしていたんですね。そしたらですね、そのこれはあの2014年の1月からのカレンダーなんですが、あの予定日がですね、2014年の1月の末ぐらいだったんですね。そして私が年末に、まあ、妻と掃除をしながら、あ、来年の御言葉カレンダーがあるねっていうので、ちょっと整理をしながら、御言葉カレンダーを開けたんですね、飾ろうと。そして1枚目は表紙なので、表紙をバリッと破ったら、これが出てきたんです。文字通り。はい。で、これが出てきて、私も開けた瞬間にもう涙が止まらなくてですね、あ、神様が、その私たちがぼんやり話していた神は愛なり、ヨシヤという名前は私が与える名前だよっていうことを、このカレンダーを通して神様が与えてくださったので、私たちはもうその場で神様を賛美して褒めたたえて、で息子に、でしかもちょうどそれが、あの息子が生まれたのが2014年1月31日で、ちょうどこのカレンダーの日付に入っているんですね。そういうことですね。はい、なのでこのカレンダーは今でも大事に、まあ私たちだと息子への神様の証として、あの大事にとっています。はい、そうですか。いや、微笑ましくもあり、実に素敵な、一つの感動的な出来事でもありましたね。はい、ありがとうございます。お子様のご誕生最大の感動ですけども、この命名がまたそれをしっかりと裏付けて、ご子息が大きくなっても生涯これを貴重な宝にするでしょうね。
や先生、一気に時間が来てしまいました。はい、今日は本当にあのご対応の中お時間割いていただいてありがとうございました。これからのさらなる主にあっての尊い働きご活躍を期待しお祈りを申し上げております。まだお会いしたことのない奥様と坊ちゃんによろしくお伝えください。ありがとうございます。はい、じゃあさあ皆さんいかがだったでしょうか。今日も皆様方が身を乗り出すようにしてこの番組をご覧になってくださったと思いますね。本当に人の生涯というものはその背後に神様の導きの見て歩き、それ以上に主の深いご計画と御心ありき、つくづく先生のお話を伺いながら今日もそのことを私は深くかみしめるような思いで、お話を伺っておりました。神様は先生を牧師家庭の中でこの育んでこられて、ついにそうした祈りを受けながら生涯上の大切な先生に弁護士としてのご使命を与えてですね、地には平和を、そして神には栄光を期するところのそういうお働きとミッションを与え、また人生をお与えになって今日活躍をしておられます。先生はご覧の通りまだまだお若い、言ってみますと新進気鋭のという言葉がそこに、用いられてもいいのではないかと思うほど先生は若く、ピチピチとしていらっしゃるこれからの未来に向かっての貴重な器です。その先生のお話を皆様方も耳を傾ける、目をまた丸くして身を乗り出してお聞きになられたことと思いますが、先生を導かれた同じ主があなたの人生をも導いておられます。そしてあなたの人生にも主はご計画を持っています。そしてあなたを深く愛し御心を寄せておられます。どうか主を仰ぎ見て、どうかその尊い生涯を歩み続けてください。祝福がご一同にありますように。ではまた来週この時間、ごきげんよう。さようなら。この番組のスポンサーとなってくださる方を募集しております。日本 CGN テレビ信仰と人生担当までご連絡ください。